まずは私が、まあ、外から、見ている感じの今までのホームランリージャーはそれぞれの選手非常に頑張っていると思うんですけど、チームの一体感という部分では少し欠けているなというところは感じてました。それを、私監督が、まとめて、引っ張っていくというところが、まず重要じゃないかなというふうには思っています。でそれともう残り3試合、仙台、甲府、川崎と対戦することになるんですけども、まあ、そこはしっかり分析しつつ、まあ守備の部分で言えば細かいことはちょっとお話はできないんですけども、チーム全体がこう連動するような守備の形っていうのはもっと作り上げなきゃいけないかなと。で攻撃の部分で言えば少しこうポジションはできると思うんですけど、時間をかけて、っていう攻撃っていうのが多くなっていると思うので、その辺をもう少し、シンプルにゴールに向かうような形っていうのを多く作る。あとは、前の方の選手も能力ある選手がたくさんいるので、その選手を生かせるような形っていうのをこう作っていって、3試合勝ち切る形をどうにか作りたいなと思っています。はい、今お話しいただいた議論ですね、当初の目標をなかなか厳しい状態で決定したといった中で、残り3試合を迎えるということになりました。で、まあ、我々その1試合1試合 その反省の中でそれ以降何ができるかということはクラブの中でも話を常にまあしておりました。その中で話はしていたものなかなか結果にならなかったというのが本当のところでありまして、何かいつかのタイミングで急に監督を交代しようかというような運びになったわけではありません。ただ一つはセレッソ戦が終わった後中断期があるというこのカレンダーの中でですね、この中断期を何か利用できるものはないのかといったことも含めて考えた結果、総合的に判断して監督交代に、東京強化本部長の交代ということを決断させていただいたというところであります。つまり、一つはこの繰り返しになりますけど、この中断期ということに、大きなその山があったのかなというふうに、私自身は考えております。よろしいでしょうか。まず今まで戦ってきた、大宮アリージャとのというチームというのが確実にあるので、それを大きく変えようとは僕は思っていません。でもその中でも、選手の能力が出し切れてない部分というのは当然、あったと感じていますので、そこの部分を変えていけば、また新たなそのアルジアの形というのはできていくんじゃないかなというふうには感じています。だからシステムも含めて大きく変えるというところは考えてありません。我々、クラブチームが考えていることは、本当にこの3戦をどのように勝ち、J1 に残留するかと、このただ1点だけであります。でそういった意味で今回、石井監督に大宮アリージャに来てもらったというのは、この思いを遂げるための就任だというふうに、捉えております。だから繰り返しになりますけど、まずは本当残留のための、交代だという、ただそれだけ、それだけだったらちょっと何て言うんですか、その聞き方が悪いかもしれませんけど、それを何としてもしなければいけないという強い意志だというふうに捉えていただけると助かります。まずは今日の練習を見ていただいて、ぬるいと感じたかもしれないですけど、アントラーズでやっている時もああいう練習は結構あんな感じですなのでそんなか変わらないと思います。僕はそういうふうに今日感じました。はい、トレーニングの内容によっては本当に緩く皆さんから見ると感じてしまう部分はあるんですけども、そこは本当に練習の強弱だと
思ってたり、どういうテーマでトレーニングするかというところにも関わってくると思うので、まあ、その辺は私はあの、今日のトレーニング見てはあの気にしてはいないです、まあ、でも、細かく選手にこれからはいろんなことを要求しなきゃいけないんじゃないかなというふうにはあの感じました。であと、勝利のメンタリティを私が植え付けたんじゃなくて私は植え付けられて、ここに来ているので、もうそれをどうにか、この大宮アルディージャというチームにも、少しでも感じてもらって、変わってい、ってくれたらいいなというふうには思っています。はい、その、まあ、常にタイトルを狙えるようなチームとそうではないチームの違いっていうのはもう本当に最初も話したと思うんですけども、そのチームの一体感、まあ、チームだけじゃなくて現場だけではなくて、もうクラブが一体となって、一つの方向に向いてるっていうところが一番大きな部分じゃないかなと思います。各クラブともそれぞれ、ノーセクションで、やるべきことっていうのはやってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それがこう、一つの方向に向いてるか向いてないかっていう本当に細かいところがその、常にタイトルを狙えるような、鹿島アントラーズに、あるんじゃないかなっていうふうには僕は在籍してて感じてましたので、そういうところも含めて、クラブ全体が本気で、タイトルを取るんだ、まあ、今の状況で言うと、3試合勝つんだっていうところに、気持ちを、向けていってもらえたら僕はいいと感じています。まあ、ご質問の通りですね、まあ、このシーズン2回の監督交代、この責任については、まあ、全く私は責任ないというつもりは全くなくて、当然、社長たる私にも今回の今の状況というか、リーグでのこの立ち位置とかその順位のところは社長である私にも責任があると考えています。ただその責任の取り方をですね、今どうするんだということを私が今考えるよりも、何としてもその残留しなければいけないということを私自身最優先にして戦っていきたいというふうに考えているところです。ですので、責任についてはもちろん感じておりますが、繰り返しになりますが、勝利に向けた事業運営を進めていきたいというところでございます。もう、まあ、2つ目の質問から言うと、悩みがあったら多分このオファーは、断ってたと思うので、もう本当に決断した時点でもうしっかり、このオファーを受けて、この3試合を全うしようという気持ちになれたんでこのオファーを受けました。で、この短い期間でやっぱできることっていうのは限られてくると思うんですけども、まあ、まず、引き分けが多かったり、まあ、勝ち星が取れなかったりというところはあるんですけども、守備の徹底というところをもう一回、やりながら、まあ、あとは、点を取れないと勝つことはできないので、まあ、でも取る形、あと取れる能力がある選手というのは実際に僕はいると思っているので、そこをうまく噛み合わせられれば、3試合勝利に結びつけられると思うので、まあ、その辺をこの短い期間ですけども選手に徹底したいなと思っています。期間はですね、本当に 2、3日ですね。はい、最初のお話をいただいてから、2、3日で、まあ、私もこの先の自分がオファーを受けて、受けた時に、期間を考えると本当数日で返事をしなければ遅くなってしまうというのも感じたので、この2、3日の期間で決めました。それは考えてなくて、この3試合だけのことしか私には考えてないです。それで、それ以降のことはクラブの方が判断していただければと思います。